技術の進化、多様性、新しい働き方、価値観が劇的に変化する中で、建設は歩み続けていけるのだろうか。時代が変わっても建設は歩み続けるよ。考え方の変化、テクノロジーの進化、その中で時代とともに建設は変わり続けていけると思うの。でもそのためには僕たち一人一人の個性も必要でしょ。私たち一人一人の個性？そう、自分たちがそれぞれ持っている得意なこと、好きなジャンル、自分らしいスタイル、君にもあるでしょ？もちろん私にもあるよ。昔から得意なこと。私今得意なことを生かして変化に対応している。そして進化していく。そう、無人化、遠隔操作、見えないことの可視化。建設は世界中の難題を最先端の技術で超えていく。これからも建設は変化し進化する。そして私たちは決して歩みを止めない。僕たちの歩み、それはこれからの建設の王道。自分たちの経験や得意領域を生かしながら、私たちは一緒に建設の王道を作っていくの。大成建設グループの王道は私たちが切り開く。例えばメタバース上に建物を再現し、世界中のどこからでもアバターになって空間を体験できるシステム。大成建設グループは技術と品質、そして誰よりも熱い思いで未来の新しい社会を形作っていきます。作ることは変わることへの挑戦だから、その先を作る。